皆さんこんにちは。後期2679年平成31年2月13日草加おかみさん会つなぎます。今日は第51回目を迎えました。今日も足立区千住クロスからの配信です。この番組は生放送で世界配信させていただいております。約50分、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、総合司会の草加おかみさん会、尾身寺貴子会長よりご挨拶いただきたいと思います。尾身寺貴子会長、よろしくお願いいたします。はい、今日は2月13日、今日はこの貴子という熊さんと今日からデビューです。よろしくお願いします。続きまして、深津ひろ子さん、お願いいたします。はい、こんにちは。深津ひろ子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして、株式会社海洋新時代広報担当原田恒文さん、お願いいたします。はい、原田恒文と申します。よろしくお願いします。そして私越谷おかみさん会会長の伊藤恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のテーマは日本橋を語るです。海寺会長お願いいたします。はい、今日は原田君にこうやって来ていただきました。なんか原田恒文と名前を聞いた時になんかゾクゾクっと聞きました。それは日本橋を語ることはやっぱりこの経済のこのですよね、字をね、はい、最初に出会った時からもう言ってますよね、この字に、はい、ですよね、はい、でこれがまた西郷先生のこととも繋がってましたね、はい、そういうことは過去があって現在があると思うんですよ。それが街道だと思うんですよ、はい、街道をあるからこの今の現在があると思うんですね、うん、でそれを先月からこの街道を語りました。そしてそれは石巻、宮城県の石巻を語って、その、鹿島神宮のことと伊達政宗のことだとか語って、街道を語った時に白川でしたよね、はい、白川に行ったら、はい、同じ神社が鹿島、巫女鹿島神宮だったかな、それがおこ鹿島神宮っていう、原田さんでしたっけ、それを連絡くれたの。いや、僕ではなかなと思います。なんかそこがあると連絡をいただいた、栗原さんから、そうだそうだ、はい、そうだ、栗原さんから、はい、足立区の栗原さんからメールが来て、そこに尾身寺さんはお塩を奉納してるんだよって言われて、っていうことがあったんですね。でその、この鹿島石巻のその土地、昨日行って昨日、はい、一昨日ですか、一昨日行って、はい、昨日帰ってこられた、そこがどうしても東北がいろんなことを語ってるような気がするんですよ。そしてまた昨日は不思議と横浜の方が300人ぐらいいる中から中に出会って、富永照子さん、おかみさんと一緒に座ってるということで、本当におかみさんが気を使ってくれて、いっぱいいろんなものを食べさせてくれた、そのパーティーに行って、でその方が昨日来てくれた。でまた1時半には一人の不思議な子が来られて、いろいろ語ったらやっぱり仙台だったんですよ。そういうことがあって、なんか今日はまあ胃の一番に原田さんの恒文という名前の言われ
原田という名前をここに大きい声でいっぱい正確に語ってください。お願いします。はい、私の名前の、はい、まあ、私はもともとは生まれも育ちも僕自身は、東京で今は埼玉の川越の方に住んでるんですけれども、もともとは原田家が鹿児島薩摩の出身でありました。で、まあ尾身寺先生に2016年ですかね、もう年越えて3年前になってしまいますけれども、初めてお会いした時にすごく尾身寺先生が西郷隆盛先生のことをお話していることが多くてですね、先生僕も西郷さんとは関係があるんですということで、ちょっとご紹介したエピソードをここでもちょっと話させていただこうと思います。はい、まあ、原田家はそんなことでずっと薩摩藩の、まあ、武士の家だったそうなんですけれども、私が小学生ぐらいの時にいとこが多分大学の課題で自分の原田家のこうルーツを探ってレポートかなんかを書いてたんだと思うんですね。で、常文とお前と同じ名前の先祖がおったぞっていうことでこう家系図を調べていったらいたと。それが兄弟でその西郷さんと西郷の戦で従軍していた兄弟がいたそうです。で、まあ、歴史上では、まあ、西郷さんと一緒に戦った全ての薩摩の武士たちは、まあ、討ち死にというか亡くなったというふうに表の歴史では書かれているんですけども、まあ、実はやっぱり西郷さんがあまりにも若い者は呼んでお前たちは将来の旅に逃げ延びなさいと言って命を逃げ延びてたですね、人たちがいたそうです。でその中に私の先祖の2人も入っておりまして、その兄弟の弟の方が私と同じ常文という名前だったということを、まあ、小学生の頃に聞いてたので、小学生か中学生になったばっかりぐらいのことを聞いてたので全く忘れてたんですけども、尾身寺先生と西郷先生の話をしている時にふっと思い出してそのことを先生にお話ししました。そしたら尾身寺先生のパッと顔色が変わって、あんたそれは西郷さんから託された使命があると、もっとしっかりやれって言ってその日から私は尾身寺先生に怒られる人生に変わったというような時がございました。でもそれから尾身寺先生がそういうことを言ってくださった方なので、またご縁も感じてですね、いろいろとお話を聞いていくうちに、今はちょっと東北の復興ということで石巻市というところで、また田代島というところの活動を、まあ、広報的に、私は関東にいることが時間が長いんですけれども、向こうの活動を皆さんに伝えることで、させていただいているんですけれども、まあ、その時にもやはりなかなかやっぱ震災のことであったりとか、まあ、犠牲者たくさんの方が亡くなっていて、その皆さんの悲しみが原因かなかなかこう我々が思うように活動が進まないんですけれども、その際には尾身寺先生にいろいろご相談しながら、まあ、目に見えない世界の言葉、尾身寺先生にアドバイスをいただきながら少しずつ今進めていって、まあ、今年は特にまた飛躍的にそれを進めなきゃいけないなと思わせていただいている年であります。はい、はい、そうですね。今そのお話を聞いてる時になんかすごく胸にくるもうずしんとくるものがあったんです。なんでどうしてって、その宮城に行った時に西郷先生の本が あったんです。電車の中で、うん、ね、電車の本あって、でそれを持ってきた時にその西郷先生が新潟とつながってたことを話しした。東北に行ってるそのことがここなんですよ、ね、西郷先生は東北に敬われてるわけですよ。あの本を書いたのも東北の人なんですよ、宮城なんですよ、でしょ、はい、そしてその宮城県の人がね、宮城県の人がここからですよ、このその時のその、うん、戦争が終わって、うん、12月になって宮城県の人たちが本当に皇居がどうなってるだろうということで、その宮城県の有志で親子の縁を、うん、これで終わりかもしれないと言って杯を交わして出たんですよね。それがこのネットテレビのこの場所から
配信したはずですよ。ここをだから今日はものすごく、あ、うん、こう入ってきた時に、あ、これだって、今日これを語るためにここにおかみさん会は外しました。これはここから世界配信ということで、この足立経済、この経済の経は、はい、でしょ、はい、名前が入ってるでしょ、はい、字が入ってるでしょ、はい、ここからなんですよ、すべて。ここの、このことをもう少し東北の人、もう少しここのこと、もう少し、うん、語っていきたいですよね、はい、ここでご縁をいただいて、あのひまわりのこのあれがイベントあった時に河原社長と行って、木村拓哉さんのお母さんがあの本を読んだ、その本を大川小学校のことだったんですよね、あの本を。でひまわりをこうやった、あの歌をあれした尾身寺貴子は4月と出てきて歌を作った、それが本当に尾身寺貴子の2月8日の番組に語って、その時はスタッフとして手伝いに来てって、カメラマンがいないからって言って、その一人のカメラマンは、うん、あの山に、冬山に行った、その時に聞いてくれて、尾身寺貴子は本当に幸せを感じてるんです。その幸せは何かって言ったら、極陽することなんですよ。これを簡単なこのことでここで座ってるわけでないの、はい、ね、原田君とね、さっき原田君ってもう恋しめだから、もうね、後でゆっくり話しようよと言ったのはそうなんですよね。だからここの経済の経っていうことのね、この字は尾身寺貴子は本当にこのネットをできるようになったのは、天馬天平山崎勇監督と出会ってネットができるようになったのね。でいろんなことを教えてもらって、いろんなことも違うっていうことを、さっきのさっきまでメール来ました。メールをいただいた時に、本当にそのネットのあの怖さ、大切さ、もっと真剣にやらなければない。それはなんでって言ったら、語れる人が語らなくちゃいけないですよね、うん、だからこの、うん、昨日のその鈴木さんのフェイスブックを見たらね、その、うん、能を見に行ったと、やっぱり、うん、伝統文化だと書いてあった。これに朝早くあのこう、そうですよねって、伝統文化ですよねって言ったら、あのいろん、うん、やっぱりそのそれをやれるのは宮城県石巻、ここだと思ってるんです。それを亡くなったその伊達政宗さんっていうのか、伊達政宗って呼んでいいのか、もうその方たちがいたから今の日本、今のこの我々があるんだと。でそこに長谷倉常長さんのこのチョコレートも私たち授けてもらってる。本当にそういう一つ一つの見えない世界からの感謝、うん、原田君がメールにそこに今度ひまわりを植えたいと言ってくれたのはすごく嬉しかった。このひまわりを本当は福島に返すつもりだったんだけど、これは我々もお金でこうあれしてるから、よし、それはそうか、おかみさん会つなぐのにもう宮城県にぜひ、もうあらゆる
空き地、田代島、あそこにひまわりをいっぱい、ね、植えてもらいたい。そしてあのひまわりが金華山の方へ日の出るところへみんな向きますよね。でも中にはひにくれたひまわりもあるのよね。全然動かないひまわりもあるんですよ。ね、体験したの。500本ぐらい植えた。今年は本当にその道、これからそれが日本の歴史になると思うの。吉川のところで、そこだとか本当にこのひまわりを塩を作りこうあれしてったら、うん、やっていた。でたまたま今日のフェイスブックにあの金継ぎだっけ、はい、あのやあれの人が、はい、あのその外国人がその勉強に親子で来たと、うん、その親は芸術家だったと、はあ、今さっきこう聞いてて原田君もお父さんお母さんはそうですよね。そうですね、一応武蔵野美術大学を卒業して、うん、あのまあ、父はずっとデザイナーとして広告を制作してたようですね。ですよね。そしてあの妹さんも書をやりますよね。ちょっと前衛書道をやらせていただいて結構書をいただいたり。そうですよね。だからお金を聞いたら高くなるといけないからもう書いてもらいたいってもう言ってんですよね、はい、言うのをね、はい、書いてもらいたいって。それが流体っていうのがこの間昨日言ってたでしょ。あの昨日来た人が流の動きだから、私も龍がこっち向くかこっち向くかこう動いてる姿が見えるんですよ。でこれを収めるために原田さんのうちの妹さんの字をこう収めないばないっていうのが本当に思ってます。本当にそういうことを思っててあのフェイスブックに出てたんですよ。その親子で芸術家のお父さんお母さんが芸術家でまだ小学校の子供がそれを金継ぎを学びに来てたんです。それを今まで見たことないのよ。その人とつながったことないの。それがバッと入ったの、えっと思ってね、今度あそこの浦安のあのところで出会ったおかげで皿がこういう風になってるから、うん、ぜひまた会いたいって言ってあの出した、ね、またそれが、うん、本当にそのひまわりのあれが天皇陛下もそのですよね、そのひまわりの種を皇室にそこにね植えた、うん、それは東北の種らしいんですよね。宮城県の東北の人たちが苦しいこともいいこともしてるんですよ。それを本当にこのことを語っていかないとね。だから 2.26 事件ってありますよね、聞いたことあるでしょ、はいはい、あの時は本当に食べられないことがあって子供に人で売られたわけですよね。それがそのうん、足立区あの辺の、 あの涙橋っていうところらしいんですよ。それでフェイスブックに見た時に行きたくて行きたくて9日の日が開店だっていうので行ってきました。ガチャン乗せてってって行ってきました。その思いは東北を語りたかったから、うん、今日今ハガキ来ましたよね、本当にその涙橋の思いは大御寺貴子はこの2月の26日 2.26 昭和11年のこういうことも本当に語っていきたい。それはどういう時にやってるかって言ったら、原田さん初馬は終わったんですよ、はい、2月2日で。でも初馬は二の馬でやるんだというのがあるんですよ。なんでだと思ったら
あの旧暦の1月元旦過ぎてから、明日なんですよ、ね、だからそういうことをやったり、このお稲荷さんのこのあれを、うん、明日はじゃあお稲荷さん作ろうねって、で15日はお釈迦様のお誕生日で、違う、亡くなった日だね、そういうことだとか、本当に過去の街道の街道っていうか言われがあったから今語れるんですよ。何にも勉強しないでそんなことね語れないの。戦争の体験は戦争の体験した人たちが語ることがいっぱいあるんですよ。だから我々もう75を過ぎた人とね、75前の人とこうつなげ、その後のことは原田さんたちにつないでいきたいんですよ。このまたこういう人たちはダメなんですね。あの、うん、ダメなんですよ。もっとあのこの流れね、テレビだのあんなのやってたから、そういう古事記だ、そういう伝統文化なんて知らないんですよ。だから原田くんってね、原田くんにちゃんと伝えておいて、原田くんが主になって伝える役をやってもらいたい。なぜ西郷隆盛さんが東北行って東北から語られる、なんで山形の方行ったら伊達政、いや西郷さんだって知らない、仲間のとこ行ったらこうお参りするんですよ。なんでこの顔の大きい人って。それからいろんなことが分かったのが西郷さんですよね。週刊、そこから電車でおかみさんと行った時に、おかみさんこの本が欲しいって言ったら駅長に言ってやるって、で駅長さんがこの三両車に乗ってるの全部持って行ってもいいって言うから、もう本当に持って帰ってきました。あれ、そしたら原田君も持ってたんですよね、あのほら電車の中ですね、はい、持ってた、新幹線のここにお ご, ご自にお持ち帰りくださいっていう中を読んでみたら、あの東北での西郷先生の活動が書いてあったので、あ、これは先生に見せなきゃと思って、僕も2冊持って1冊先生のところに言って、思ったら先生がそれだそれだそれだってことでお持ちだったということで、そう、それでおかみさんがね、おかみさんと電車に乗るときはあの上野の駅長さんからみんな出てきて手を振るんです。まるであの私もおかみさんあのまるで偉い人になって見るわっつって、私もこうやって手を振って、ね、駅出発したんですよ。そんな思い出があって、ぜひぜひこの今年の三の馬は2月の26日ですよね。この2.26 事件のこのことにもっともっと語って、実体験してるんだから、そこに行ってね、松を送った、ひまわりも植えたね、だけど幕がない、それは、ね、心がないから、今度は今年は原田君はひまわりをちゃんと植えたいって、いや植えてねって今日ここで宣言して、同じ字が書いてあるんだから、はい、ね、はい、同じ字継ぐことですよ、はい、ね、いや本当にこういう、かっちゃんどう思います、ね、もう本当になんかずっとこうやってあのひまわりのことでも何でも本当に東北の何かね、ごあの何極陽という意味で本当に真剣にやらせてもらいたいと思います。はい、はい、では、ここでコマーシャルになります。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を笑顔
顔に出会うたび何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって。一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく、包んでく。それでは後半を語っていきたいと思います。尾身寺会長お願いいたします。はい、もうすごくあの感動しているんですね。ひまわりを植えよう、何しようってね。それは原田君、あのね、明治神宮のあの森は何からどうやってできたと思いますか？全然知識ない。あれはね、みんなあれをみんなこのなんていうの、こういう心の人たちが少しずつ気を持っていって、はい、聞いたことない？聞いたことある、ね、それを持っていって今は明治神宮のあの森になってんだよね。それが落ち葉が落ちてどんぐりからあれしたり、これを植える、これをこうやったあれじゃないんですよ、ね、である時地震の後に、はい、いわきの方にその森を作るからって協力してっていうので、まずお金を集めるっていうふうになった時に違うなと思ったんです。お金を集める前にもっと違う何かをお金で買って植えるものでないなと思ったから、それはあんまり、うん、違うなと思、うん、思ってた。その後にやっぱりお母ちゃんも言ってるけど、一つの団体世界宗教サミットのとこ行ったら桜の木をそのね、あの松島のあたりに植えるって絶対植えられないっつってお金も出さなかった。私はね、結局あの現地行ったら植えられる状態じゃないじゃないですか。結局それダメなの。でも今のその宮城県のあの菅原さんのあそこの土地、鹿島神宮のその、うん、おこお鹿島神宮のその、うん、ところに伊達政宗はお城を作りたかったと、うん、ね、そこの後ろだから後ろっていう住所だって言ってましたよね。あそこが38、はい、はあ、ここだな。伊達政宗氏の思いをあれするのはここだなって。それでびっくりしたでしょ。あのなんだっけ、あの木の、うんと、ほら、うん、何の木だっけ、あの、のその御霊に、うんと、何の木でしたっけ、あのタブの木、タブの木の御霊の、うん、その精霊のにって言って卵を三つ飲めって聞こえてきたから、私はそれを一個一個飲んだら、原田君どう思ったんだっけ？いや、僕はびっくりしてこの後みんなで飲む日なのかなと思って自分は生卵飲んだことがなかったんで、これどうしようかなと思いながら先生のその様子をちょっとビデオで撮ってたんですけれども。ですよね、そうやってなんだかわからないタブの木がどんなんだかも本当にこう、そしたらある日その行ったんですよね。そしたらタブの木がなんか中心になるとかならないとか、はいはい、ね、カナダの木を入れるとかなんとかって今まだごたごたしてる、はいはい、あれがあるでしょ、はい、そのタブの木の精霊に言ったらあれが昔船の木のね、はい、材料だったりとか、精霊魂が集まる木だったとかと、はい、ご神木になってるんですね、そうなんでしたね。それを聞いた時に今考えたら生卵3つ飲めって言ったら飲めないですよ、うん、でもそしたら深津さんは何始まったんだと思ってビデオの中に唖然として見てる、はい、それで
ね、それを今度うちへ来た時に宮司に話した、ね、このことがね、このこともあるじゃないですか、はい、だから今明治今度本当にこの後進様だと思うって私は語ってるのが、あそこの後進様のことを語っていたから、今度後進様猿田彦宮司さん、はい、あの人から明治記念館で18日の日、はい、食事もついての明治維新のあれを語る会に招待されてるんですよ、ね、このことは普通じゃない、これは後進様が答えてくれたんだ、後進様が答えてくれたんだって私は語ってます、はい、ね、だからあのそういうのを言える語れることは実践っていうのはね、貫くね、そこに浮かむには自分ですよ、自分磨きをして足で歩行歩行と書く実践の線は、このことをやって初めていろんなことの世界に発信できるんだと思うの。だから、うん、伊達政宗のいやこうだああだって言うけど、いや、お水田孝子は与えられたことを米持っていけって言ったのに、私は米をなんで米だか分かんなかった、なんだね、建国記念日だとか米じゃないですか、はい、いろんなことを言ったら、はい、揚げっぱなしにしてきたんでしょ、はい、そうですね、ね、赤坂神社に、はい、かーしたらなんで菅原さんが変な夢ばっかり見るとかって、はい、ここのところもずっと悪夢にうなされていると、ここで言っていいのか分からないですけど、 いいですよ、ね、うなされてる、当たり前だよってさっき言ったでしょ、ね、よしよし、これからメールしますよ、はい、お願いします ね、これはだからやっぱりいろんなことの体験、いろんなこと、もう口だけでないんですよ、本当にね、原田くんがね、この夜夜行バスにでしょ、はい、夜行ってあそこに行ってお参りしてくる、これはネットに出てましたよ、これがまたこの日の11時11分にものすごいなんかエネルギーを出すあれがあるんですって、うん、11時11分にね、2月の11日は、うん、夜の11時11分だったんだ、だってね、うん、でその何にもわからないうち御寺貴子はアンドロメダということを学べって、アンドロメダなんてなんだって、だけどぐーっと地球なんかあれにチク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 って動いてんですよ、それでそのあそこの場所を来るとガチンってぶつかる、それが丸がこう書くでしょ、はい、とここに来る、このぶつかる時が来ると思ってるの、だからネットね、フェイスブックっていうのああいうの見ると、うん、それは熊本の阿蘇、はい、阿蘇神、あ、阿蘇山に米塚があると、その米塚がひび入ってるのはそれはこれからの大地震が来る予告だとかって、だから伊勢神宮、うん、このこととかなんだ、伊勢神宮、鹿島神宮、うん、阿蘇神社、ここがこのこうなんか調べると一つになるんですって、だからあんまりね、うん、伊藤さんどう思います今までね、御寺貴子はこうだこうだって言っていて、ね、こう、うん、
伊藤さんたちの考えもある。伊藤さんね、この間畑行ったの。そしたらみんな上の方食べられてんの。でね、深津さんはこの間行った時は食べられてないっていうの。そんなことないの。みんな目からこの中身を食べて、それでまたこう広がっていって、ま、そんまな、ナッパって、はい、あの鳥なんかほんと締めを食べると思うのね。そしてそれが大きくなってからまた新芽がこう出てきて、あ、また食べられるなっていうね。でこの間行った時に食べられてなかった。そんなことないって、これ見てっつって、栗原さんがねまた LINE で来て、こう、はあ、やっぱりいろんな人からの植えっぱなしね、そんなのもう口だけは達者なのよ、こういう時代は。口だけは達者でも、お御寺高子はなんか130まで生きるって言ってるけど、生きれると思ってるけど、行動はなかなか、うん、だから今お御寺高子は育った時は山中なのよ。で、ある小学校の3年ぐらいになってから町場に来たのね。でそこの学校でこういろんなことある、ドジだからいろんなことを仲間に入れてもらえなかったのね。だから純粋と純潔っていうのにすっごく今いろいろ話してる。私はもう本当頭がね、違うものは違う、もう嫌なものは嫌ね。でも本当に大切なものは大切って言って、あの東京あたり、なんていうの、あのすごいいろんなことを体験してる人はいい加減にできるの。うちできないのよ。それで偉い人が来たのよ、はい、ね、来たのよね。そしてこの会は純潔な人しか入れられない、入ってないんだっつうの。何言ってんですかって、そんな宗教なんかないですよって、純潔な人なんかいないですよって言ったんだよね。いないですよって、とことん苦しんで、それから純粋な気持ちになって神仏をお参りするのは分かると。でも純潔な人しか入ってないんだって、ふざけてんじゃないですよって、そこの会に入ってる人、純潔な人じゃない人もいますよ、知ってますよってやったんだよね、はい、と。そしたら今朝こうまたその会話になって、私はいろんな体験をして本当に純粋な気持ちになってね、神様仏様を手を合わせるのがこれだけでなんて違うんですよって。あの信仰なんかない、宗教なんかないなって、全くこの人は生きる価値観がないようにも思わないですか、はい、自分が生きて生かされてる、これがいろんな。そしたらその人は大腸がんと脳腫瘍になったんですよね。そして何言ってんのよってね、キートって書いたら生と糸って書くじゃないってね。その糸をやっていくのには命が大事なんだよって、生命だよって脳腫瘍したら手術前は糸がこんがらがってたんだって、手術したらすっきりなったって。だからそういうこともね、いっぱい今日は、うん、自分だけ語ったようなりましたけど、ここなんですよ、ここ。そして、うん、こうやってお経の経であり、経験の経でありね、継ぐのは西郷隆盛のそのあれでね、あの
ここに牛の背中にいるあるじゃないですか、経済の毛。はい、そうですよね、はい、本当にもう世界を変わってる大変な時代になってる。これを神様、仏様っていうと宗教あれしてるみたいだけど、伊藤さんなんかも散々ありましたよね。だけど言いましたよね。でもここまでしたら宮城のことが本当に深いっていうことに思わないですか。そうですね、足元に気づかなきゃいけないというお話が、うん、それがずっと学びがやっぱり御霊さんとの学びが更新様だったって、そこの部分のところ私は入ってなかったの でそれが宮城の座王で、それがやっぱり御霊さん七福神大国様につながって、それが本当に結局これが大事、そう何が大事って言ったことがそこにつながるっていうことはこの間、はい、お話伺ってそっかって思いました。うん、だから本当にね、うん、本当に先日山崎監督からいろんなことがあっていろんなあれがありますよ、その時に弥勒っていうことに書いたのが LINE で来たんですよ。これなんだよ、これってこれなんのよっていうのが御寺貴子だったんですよ。それはお釈迦様であり弥勒の時代であり布袋様なんですよ、ね、そのこのことを七福神じゃないですか。だからあの石の巻あそこの今度来るでしょ船入る、あそこに七福神なんて呼ばなかったらって言ってんですよね。だから本当に開いていこうよ、開こうよっていうのは東北ですよ、東北。これを開いていかなかったら、うん、御寺貴子は本当に若い人がそうだと昨日言いましたよね。あの子も仙台ね、はい、仙台だって、はいはい、本当にそこと縁があってって、昨日はだから何人かとフェイスブックのやり取りのなんかこうやってもらって、今朝、うん、LINE なんか来てましたけど、いや伊達政宗の話、あそこの田代島のね、はい、工房の池、はい、ね、あそこの井戸っていうのは井戸ですよ、はい、中心ですよ、縦糸ですよ。これをしっかり学んで、うん、行かなければいけないと思ってますから、本当に高橋ちゃんがあそこをやってくれて、その周りでね、なんていうのかな、原田さんの先祖の背中を背負って動いたら、これはこういう輪作りをしながら人を集めていかないとダメだと思うんです。だからそうなった時いっぱい苦しみはありますよ。でも縦糸を作るのには絶対必要だと思いますから、ぜひそういうことをね、考えていきたいと思ってます、はいはいはい、今日の今のお話を伺って、その縦糸っていうのがその御寺さん極洋であったりとか、うん、歴史を学んでいくこととか、やっぱり今までこの三光両社御寺さんとの動きのところのこの縦糸が入らなかったら結局横にも何もならないっていうふうに思ってよろしいんですかね、うんうん、はい、はい、うん、そのように思いました。はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、次回は、来月の3月の13日の水曜日です、次回もどうぞまたご覧になっていただけたらと思います。それでは次回までさようなら、ありがとうございました。ありがとうございました。